アラムさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、絶賛炎上中のセブンペイを使ってきた、ついでにおにぎりクーポンも消化ということで、現在もですね、話題になってるセブンペイを実際に使ってきた動画なんですが、まだですね、セブンペイから配られたおにぎりのクーポンを使ってないという方がいましたら、ぜひですね、参考にしてみてください。それでは、実写の動画からどうぞ。はい、これと。これ使ってみて、こうするんですか？はい。はい、で、支払いをセブンペイで、あと、揚げ鶏1つもらいます。はい、セブンペイです。はい、お願いします。ということで、自社の動画でした。決済した時の音はいい感じでしたね。まあ、現在は入金が完全にストップしているセブンペイなんですが、もしですね、まだ入金したけど使ってない、またはおにぎりのクーポンをもらったけど、まあ、そのままで使ったことがないという方がいましたら参考にしていただければと思います。というよりか、もしかしたらもうセブンペイは使いたくないという意見の方がもしかしたら多いのではないのかなというふうに思います。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。